こんにちは。バーチャル文化大学教育学部助教の加久丸井と申します。大流行したチャット GPT、 さまざまな活用法が提案される中で流暢に嘘を吐くことも少なくないことはよく知られています。情報をどこから持ってきたのか、出典を示してくれないことはチャット GPT の弱点の一つです。そんな中、2023年2月にサービスを開始した Bing AI、マイクロソフトの検索エンジン Bing に AI チャット機能が追加されました。情報の出典を示すことなのからチャット GPT の上位互換という人もいますが、今回の検証でやはり流暢に嘘を吐くこともあると示されました。どのような情報源でも共通しますが、 AI チャットの情報もやはり 100% 鵜呑みにしてはいけない、そんな検証です。 Wikipedia の情報を検証させてみた。今回検証するのは Wikipedia キノコタケノコ戦争の、この論争は1980年頃から始まりという部分です。この部分の出典としてリンクされている記事には1980年代という記述は見られませんでした。インターネットミームであるというのはわかるのですが、昔からあったという点は疑問に思ったので今回検証してみます。キノコの山とタケノコの里、どちらが美味しいかという論争が1980年からあると聞きました。証拠はありますか？キノコの山とタケノコの里は日本の人気のあるチョコレート菓子です。どちらが美味しいかという論争は実際には1980年代からではなく1990年代から始まりました。 Bing は論争は実際には1980年からではなく1990年代から始まったと回答。なんとわざわざ80年代を否定して90年代と答えました。単純にどこから引っ張ってきたのか気になります。1990年代から始まったという情報はどこに記されていますか？この情報は Wikipedia のキノコタケノコ戦争の記事に記されています。この記事によると、この論争は1980年代に始まったという説もあるものの、実際には1990年代にインターネットが普及したことでネット上で話題になったとされています。まずは Wikipedia の80年代説を紹介しつつ、実際には90年代にインターネットが普及したことで話題になったとされていますと回答。表示された出典の記事を確認しましたが、1980年説を紹介している記事と発売の経緯を紹介した後、お茶の間に2つ並べてどちらが好きという会話が始まるのも自然の流れだったと述べている記事で、90年代説の出典は見られませんでした。ネット以外の情報にある可能性も含めて尋ねてみます。インターネット上の情報しか見当たりませんが、書籍などの情報はありませんか？はい、書籍などの情報もあります。例えばキノコタケノコ戦争という本があります。この本はこの論争の歴史や背景、両者の特徴や違いなどを詳しく解説しています。またキノコの山とタケノコの里という絵本もあります。この絵本はキノコとタケノコが仲良く暮らす森で起こる物語を描いています。なんとキノコタケノコ戦争という本には論争の歴史や背景、両者の特徴や違いなどを詳しく解説しているといいます。もちろんそんな本はありません。一応国会図書館サーチで検索しても出てきませんでした。情報出典元となっている記事は味覚をデータで検証した本のキノコタケノコ部分の抜粋であり、歴史は80年代説が研究が少しあるだけでした。そして謎の絵本キノコの山とタケノコの里、これも当然実在しません。出典元となっている記事はパッケージがデザインされたポーチの紹介でした。ここからなぜ絵本に至ったのか謎です。突然の煽り、検索候補〇〇嫌い並の余計さ。 Bing AI のおせっかい機能として次の質問の候補を勝手に上げてくることがあります。今回は先ほどの謎の書籍絵本の登場後に出てきました。キノコとタケノコはどうして仲良くなれないんですか？これは煽り。対立の原因は何ですかとかならまだわかるのですが、言い方が悪い。よく検索されがちだから出てくるのだとは思いますが、
こういったものが出てこない配慮は必要な気がします。普段から学生には感情をあおる情報は意図的に避けることが重要だと伝えている身ではあるのですが、今回は検証ということでこの質問を選んでみます。キノコとタケノコはどうして仲良くなれないんですか？それはキノコとタケノコがお互いに自分の方が美味しいと思っているからです。またキノコとタケノコは形や食感も違うので好みが分かれやすいです。しかしキノコとタケノコはどちらも美味しいお菓子なので仲良くなる可能性もありますよ。どちらも美味しいお菓子なので仲良くなる可能性もありますよ。人に刺さらなそうな妙に鼻につく正論が返ってきました。絵本の情報を聞いてみました。先ほど紹介いただいた絵本キノコの山とタケノコの里を読みたいのですが見つかりません。すみません、絵本キノコの山とタケノコの里は明治の公式サイトで紹介されているもので実際には販売されていないようです。ただし同じく明治の公式サイトではキノコとタケノコが仲良く暮らす森を舞台にしたオリジナルストーリーを読むことができます。もし興味あればぜひご覧ください。絵本はなく公式サイトにオリジナルストーリーがあると紹介されました。公式サイトを探して出てきたのはキャラクタープロフィール。これだけでは仲良く暮らすオリジナルストーリーとは言い難いです。オリジナルストーリーがどこにあるのか尋ねました。オリジナルストーリーが見つかりません。公式サイトはどこにありますか？ Thanks for this conversation. I've reached my limit. Will you hit new topic, please? この話題はもう打ち切りということに。今回示されたように AI チャットが誤った情報を出してくるパターンには、ルフしている誤った情報を学習するという他にも、どこにもない情報を生成してしまうということもあります。いずれにしても情報源を見て情報の妥当性がどれくらいなのかを判断することは大切です。 Bing AI や曲がりなりにも情報源を示しますから検証しやすくはあります。 AI チャットは便利ですが回答を鵜呑みにはできません。簡単に利用できるからこそ出典を丁寧に辿ることの重要性はむしろ増してくると思います。このチャンネルでは教育や学びに関するコンテンツをさまざまな文献や検証に基づき丁寧に解説しています。多くの方に教育について知ってほしい、考えてほしいと活動しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。